さん、おはようございます。今日は阿波田教会創立47周年の記念礼拝、大山平脇先生をお迎えしての集会となっています。前奏のうちに、静まる夜時を持ちましょう。黙祷いたしましょう。最初し聖書の御言葉、今朝は詩篇の第100編をお読みいたします。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。知れ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ。感謝を捧げ、皆を讃えよ。主は恵み深く、慈しみは常しえに。主の真実は世々に及ぶ。お差し替えなければお立ちくださって、心から主を賛美いたしましょう。新聖歌4番、前にも記されています。
主の祈りを共に捧げましょう。主の祈りは周波の裏あるいはまた前の方に記されます。主の祈り。天に話します。我らの父よ、願わくは皆を納めさせてまえ、御国をもたらせてまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何とのものならない。アーメン。どうぞお座りください。新聖歌145番、賛美をいたしましょう。いたしましょう。購読文46番、新聖歌965ページ。965ページ、あるいは前に記されております。司会者が薄い字を、回収は黒い字をお読みください。46番、詩編第148編、抜粋。ハレルヤ。天において主を賛美せよ。御使いらよ、こぞって主を賛美せよ。主の万軍よ、こぞって主を賛美せよ。火よ、地よ、主を賛美せよ。輝く星よ、主を賛美せよ。火よ、ひょうよ、雪よ、霧よ、御言葉を成し遂げる嵐よ。山よ、すべてのもらよ、身を結ぶ家よ、杉の林よ。野の獣よ、すべての家畜よ、地を這う者よ、翼ある鳥よ。地上の王よ、諸国の名前よ、国主よ、地上の支配者よ。若者よ、乙女よ、老人よ、おさらごよ。主の御名を賛美せよ、主の御名は一人ではない。
それではこの礼拝のための祝福の祈りを私は、じゃあ坂本姉妹お願いいたします。愛する天のお父様、今日も新しいご感想ありがとうございます。足元の悪い中でありましたけれども、一人一人をこの間に召し集めてくださいまして、あなたを礼拝することを許されたことをありがとうございます。どうぞこの時心をあなたに向け、心からの賛美と祈りを捧げ、またあなたの御言葉に心を向けることができますように、主がどうぞ一人一人を整えてください。今日は創立の47周年の阿波台教会の礼拝をこうして持つことができました。この47年間の阿波台教会の歩みをあなたが一つ一つ守ってくださり、今日この時があることを深く感謝いたします。また今日は特別に北海道から大山先生をこの場にお送りくださいまして、ありがとうございます。本当に懐かしい大山先生にまたこうして見えることができましたことを深く深く感謝いたします。どうぞ先生をあなたがひととお持ちくださいまして、鳥を蔵としてあなたの御言葉を大胆に語ることができますように、どうぞお持ちください。私たちも本当に心を貫くしてあなたの御言葉を十分に受け取ることができますように、どうぞお待ちください。今日この場に心を向けながらも、さまざまな事情で選べない方々のことを覚えますけれども、どうぞその一人一人のそばに、そのあなたがいてくださって、私たちと同じ恵みを与えくださいますようにお願いいたします。これからの時を期待し感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。信仰告白をいたしましょう。使徒信条、司法の枝にあります姉妹の方にも映し出されます。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出会い、乙女マリアより生まれ、モンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座し構え、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖母の交わり、罪の許し、体のよみがえり、同時にも命を信ず。聖歌隊によって、特別の賛美をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。精霊のお導きによって、
がとうございました。今日は、日本メノライト白石キリスト教会牧師の小山弘明先生をお迎えしています。聖書朗読の前に先生を少し紹介したいと思います。紹介しなくてもいい人と紹介しないといけない人がいますので紹介します。先生は1960年東京生まれ東京育ち、小山兄弟姉妹のご長男としてお生まれになりました。クリスチャンホームで育てられました。20歳の時1980年11月23日日本ナズレン教団アンバデル教会大江、誠先生にて洗礼を受けられました。大学卒業後はキリスト教出版社の命の言葉社に働かれて、ライフセンター札幌書店の店長として北海道に行かれました。そのまま北海道に根付いたということになります。1999年イザヤ書6章の御言葉から献身の証明を受けられて、北海道聖書学院で学ばれ、2002年4月から現在の日本メノライト白石キリスト教会の牧師として保証なさっています。13年目になられております。私より少しだけ年下です。今日は本当にもう時間がないので、たっぷり先生第一礼拝は時間がありませんので、先生に、御言葉を語っていただきたいと思います。聖書の箇所はローマの12章の1節から2節、大変有名な聖書の箇所です。291ページあるいは前に映し出されます。ローマの信徒への手紙の12章の1節2節、こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこのように習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。この箇所から、北海道といえば鮭と羊だ、まるで私に対抗しているようですけど、北海道弁ではちょっと違うそうですよ。あと紹介あるかもしれません。この題で先生に説教していただきます。どうぞよろしくお願いします。創立47年ということで、本当に教会がここまで成長してきたこと、主にあって感謝し、また皆さんの本当にこれは献身によってこの教会が立て上げられてきたので、皆さんにお祝いの言葉を述べたいと思います。本当におめでとうございます。私もこの教会育ちですので、この教会の古い思い出というと、まだ建築中の、木組みがされていたところを、両親と共に、訪ねたのが一番最初の記憶ですね。この教会が建った時には本当に周りに何もない、中学校が向こうに見えて病院があるぐらいでね、本当に何もないのっぱらの、場所でしたけれども、これだけ街も大きくなって、またこんなに教会が大きくなって、本当に素晴らしいなというふうに思います。先ほど紹介していただきましたけれども、でも青年会時代の仲間の人たちがいるので、何かね、昔フニャって呼ばれてたんですね。フニャが牧師をしてるなんてっていうふうに、しかも講壇に立ってるなんてって思ってる方が、随分おられるんじゃないかなっていうふうに思います。でも神様の飯って不思議ですよね。本当に取るにたたらないもの、欠けたるもの、罪人の私たちを選んでくださって、そして一人一人に証明を与え召してくださるお方です。そして本当に一人一人を神様にふさわしく整えて用いてくださるお方なんですね。今日はローマ書の12章の箇所から、本当に江上先生に対抗してタイトルをつけました。北海道弁だと北海道といえば鮭と羊ダメさーっていう感じなんですけどね、ダメさがちょっとわからないと思うのでダメとなっときました。本当北海道といえば、この2つですよね。羊が結構至るところにいます。牧師という言葉はそのままギリシャ語では羊飼いという単語なんですよ。牧師よりも羊飼いの方が良かったなというふうに思うときは時々あります。ちょっとパワーポイントこれ使えるということでこれで進むのかな、違いますね、これか
これもダメみたいですね。すいません。向こうでお願いして。はい。車で10分15分ぐらい走りますと、こういうもう郊外に出てしまうんですね。でこれ近くにありますサトランドという、まあ、札幌市の公園なんですけど、羊飼ってるんですね。で休みの日になると、羊飼いの私は羊飼うのにちょっと煮詰まって羊触りに行きます。本当にねここにいて羊触ると和むんですね。こっちの羊って煮詰まると和みに行きます。でさらにすごいのはね、これ後ろの方にちゃんとレストハウスがあるんですけれども、羊を見ながらジンギスカンが食べれるっていう場所なんですね。まあ、なんてかわいそうだろう、これはうまいやって、いつもここで。で、結構セットが安いんですね。2人前1500円ぐらいでジンギスカン食べれますので、そういうふうにやって、いつも和みながらやっています。本当に北海道祝福なんで、ぜひ皆さん、いらしていただければというふうに思っています。いらしてくだされば歓迎いたしますので。で今日の箇所ですけど、少し、真面目にこういうわけで兄弟たちって始まりますよね。まあもちろん兄弟姉妹たちにこの箇所からこういうわけで、どういうわけで、それはローマ書の1章から11章までの全てをこれ受けてます。こんな罪人の私たちを神様は愛してイエス様を送ってくださった。そしてこんな私たちのためにイエス様を十字架にかけ、その血をで私たちを贖い救ってくださったんだ。さらにこんな私たちを選んで義と認め聖火の道に進ませてくださり、私たちを用いるようにさせてください。まあ、ローマ書っていうのはかなり重厚な、書物ですよね。もう本当に大切な書物ですけれど、もうその前半をまとめるのならばこういう形になります。そういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方にお願いしますとパウロ先生は始めるんですよ。イエス様はこれだけしてくださったでしょ、イエス様はこれだけ愛してくださったでしょ、あなた方のことを用いようとしてくださってるでしょ、こういうわけで。英語の聖書を見てみますら、 In view of God's mercy、 神様の恵み、憐れみの視点であなた方にお願いしますと始められてるんですね。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。これには旧約聖書の背景があります。旧約聖書で礼拝というふうに言えば、まあ、こういう新約のこういう礼拝とは違いますよね。まず私たちの罪をあがなうためにこういう祭司の人たちが傷のない、まあ、一切の羊もしくは牛を神様に喜ばれる方法で捧げる必要がありました。レビ記を見るとかなり規定が細かいですよね。何々の捧げ物にはこの内臓のこの部位はこういうふうにある、これは外で焼きなさい、非常に細かい規定があります。そういう神様に喜ばれる方法で、またそのものを性別して神様の前に捧げるんです。捧げる肉はもちろんほふってからですから、死んだ体を火に焼いて生贄として捧げる。旧約の礼拝はこういう礼拝でした。私たちの負ってる罪をあがなってくださる神様、その神様はこのような礼拝の形式を持って私たちがね礼拝をすることを望んでおられる。ところが新約の礼拝は違います。自分の体を神に喜ばれる聖なる生きた生贄として捧げなさい。
対比されてるんですよ。自分の体です、私たち自身ですね。それを捧げなさい。札幌教会の久保木先生がこういうふうにメッセージの中で言ってて非常に印象的でした。あの捧げるっていう言葉、献金の献っていう言葉ですよね。新教土訳は積極的に漢字を使っているけれども、体というのが惜しむらく、あの私たちの体っていう言葉を使って言われています。これ組み合わせるとね、あの献体っていう言葉になるんですよ。献体っていうのはあの死んだ体を、まあ、医学の研究のために、まあ、あの解剖とかぜひ医学生してくださいということで捧げるのが献体ですよね。でも私たちがなすべきことは献身です。身、まあ、これは身も心もという意味ですね。ギリシャ語の、ソーマという言葉が使われているんですけれども、それは私たちの全身全霊を表していきます。体もそして心も、全人的な体を私たちは捧げるんだっていうんです。これこそあなた方の霊的な礼拝です。新教の訳聖書ではそういうふうに訳されていますけど、私は新改訳という聖書を使っています。あなた方のなすべき礼拝、まあ、これは訳語の違いなんですけれども、まあ理にかなうっていう本来言葉、私たちが当然なすべき礼拝がそういう礼拝なんです。でこの礼拝っていう言葉もね、ここでする礼拝だけではなくて、私たちが神様に捧げる奉仕、それらすべてを指してあなた方がなすべき礼拝だって言うんです。まあ、それを考えてみると、この一節は要約してみると私たちの献身、まあ、それを求めていくことなんですね。まあ、この羊ニコニコしていていいですよね。ホームページから取ってきたんですけれども、私たちが、このニコニコしながらどういう献身を神様を求めるか、それは霊的な礼拝っていうのはね、私たちの生活すべてをもって、そうです、生活のすべてをもって神様に仕えていくこと。献身ですよね。どんな小さなことも神様は用いることができます。でも私たちが神様のために心を込めて成していく必要ももちろん私たちにあります。でも大切なのは、まず神様が私たちのために何をしてくださったか。私たちは神様にあがられたものですよね。本当に神様は私たちを救ってくださった。ですから私たちはそれにお応えしていく。礼拝というとどうしてもこの日曜日の形や形式、まあ、ここにねしっかりした格好をしてきて1時間しっかりと座ってうやうやしく神様を礼拝する。でもそれだけではありません。ここから使わされていった時に私たちがどのようにして主を表していくか、どのようにして主に献身していくか、お仕えしていくか、それを神様は私たちに求めているんですよ。次ですけれど、2節に行ってみたいと思います。その具体的な内容が2節なんですね。新教の訳聖書ではこのように習ってはなりません、新改訳ではこの世と調子を合わせてはいけません。まあ世に流されて生きる、まあ、ある意味ではそれが楽ですよね。世に逆らって生きる、そういうふうにしようとするのならば
私たちは衝突すると思います。まあ世という言葉は、こういう世界の広がりだけではなくて、本来的な言葉は、時代の流れを指しますね。世代っていう言葉でよく使いますけれども、いや今そんなこと言ってんのかい、聖書なんて古いでしょう、今そんな時代じゃないから、そういうふうに例えば職場や学校なんかで言われると思います。今はもうさまざまなものが崩れていってしまい、例えば大学生なんかではフリーセックスが当然、社会ではもうおべっかを使い嘘をついてでも売り上げ上げるのが当然。でもそうではない、クリスチャンっていうのは世に流されるのではない、世にある意味逆らって神様を目指して歩んでいく、これが私たちに求められていくこと。鮭の創造の図です。鮭ね、北海道に行った時に札幌の中心部に豊平川っていう川が流れてるんですね。結構の川なんですけれども、秋になるとやっぱりこのぐらいの鮭が上ってくる。これはちょっと違ったところの写真なんですけれども、真駒内というところに鮭の科学館っていうのがあってね、そこに行くと本当にこの秋の時期魚道があって見えるんですけれども、すごい多くの鮭が上ってくるんですね。で、街中でこれだけいるんだって最初赴任した時には感動しましたけれど、今鮭があってもそれほど感動しなくなりましたね。スーパーに行っても非常に秋になると鮭は安いんですね。本当に美味しいタンパク源として食べさせていただいてますけれども、でも鮭がすごいのはね、川に下って、稚魚生まれた後に川から海に下っていって、海で 4,5 年の時を過ごして、時々早い時期に取れるのは時知らずって高級な鮭になるんですけれども、でも遡上してくる時にはね、河口で、何週間か体を慣らして海水からまた淡水に上ってくるために体を慣らしてから上ってくるんですね。で、匂いだけで自分の生まれた川を探し当てて上ってくるんですよ。で、最近では魚道なんかが設けられていますけれども、結構段差がある急流を命がけで上ってきます。それは彼らには目標があるからですよね。本当に遡上して子孫を残していく、そのために彼らはって言うけど鮭ですけどね、鮭たちはね、命を懸けて流れに逆らって危険な川を上がってくるんですよ。鮭見てると教わりますよね。私たちはどうでしょうか。私たちにも目標を与えられています。神様の栄光を表すことですね。神様を伝えることですよ。そのためには私たちも世に調子を合わせるのではなくて、ある場合は世と衝突しても逆らって神様を目指して登っていく、これが私たちの在り方ですよ。私たちも鮭のように登っていく。北海道では、ほっちゃれっていう言葉があります。そうですね、これは遡上していった鮭がやがて産卵を終えた後にね、少しだけ卵を守るんだそうですけど、やがて力尽きて、死んで下に流されていくのがおちゃれの鮭っていうんですね。時々川なんかでその鮭の死体を見ますけれども、ある意味尊厳なんていうのかな、本当にそういう思いにさせられます。仕事を成し終えた、でも流れに逆らって生きるのは生きてる時だけですよね。死んでしまったら川から流されていく。私たちはどうでしょうか。流れに逆らって生きるものでしょうか。死んで流れに流されて生きるものでしょうか。むしろ心を新たにして
自分を変えていただきなさいってこの聖書の箇所では言われていますよね。この言葉は、一新してっていう言葉なんですね。ある箇所では、更新というふうに使われています。例えば建物なんかどうでしょうかね。リフォームっていう言葉がありますよね。ちょっと最近足腰が弱くなったから、リフォームしましょうって言って家の中に手すりつけたり、なんかちょっとステップをつけたりいろいろします。でもやっぱりちょっと衰えてくると使いにくいなっていうふうに思う場合があるかもしれません。でもリニューアルならどうでしょうかね。とりあえずもう躯体だけ残してマンションなんかも一回中身さら地というかしてしまう。そしてオールフラットにしてね、本当に使いやすくする。同じように建物が老朽化してきたら、一回さら地にして、そして新築の家を建てていく。そういった意味では、新たにしてというこの言葉はリフォームではなくてリニューアル、そういう言葉です。住所はそのまんま変わらないけれども、でも新しい建物になってる、これは感動ですよね。僕もこの教会で思い出があるのは、小学校の高学年から、大学、浪人するまでこの教会から離れていたんですね。古い建物の街道があります。で久しぶりに教会に来てみたら増築されていてね、アパルームがで、それはさすがに驚きましたね。いつの間にか教会堂が変わってる。でも今回この来てみたら新しいこの回廊になっていて、本当にリニューアルされている。神様が私たちに与えてくださるのはね、リニューアルの新しさです。しかもね、この箇所は変えていただきなさいっていう言葉なんですね。私たち変えようと思ってもなかなか変えることができない。先にこっちが出たのでこっち側の説明しますね。今日はね、鮭と羊だっていうふうにタイトル振ったんですけど、もう一つ動物登場させました。札幌の郊外に栗山町っていう町があるんですけれども、そこにファーブルの森っていう森があります。結構大きな森なんですけれど、日本の国鳥であります大紫っていう蝶がたくさん繁殖する場所で有名なんですね。でこれ大紫のその写真をちょっと撮ってきたんですけれど、なんかイモムシちゃん可愛いですよね。このでもかなり気の強い蝶だそうで、この前テレビ番組でやっていて、綺麗なんですけど非常に戦闘的な蝶なんだそうです。で変えていただきなさいっていう言葉は、メタモルフォっていう言葉が使われているんです。この言葉はね、ちょうど蝶、これが変態っていう言葉なんだそうですけれども、蝶々すごいですよね。卵で生まれて芋虫として育ってやがてサナギになる、そして今度はサナギから蝶になっていく、そのように姿を変えていく。私たちクリスチャンもね、変えていただくときにはそういう変えられ方なんですよ。この変えてっていうのは聖書の中でもう一箇所使われてるんですけど、イエス様の変貌山のところですよ。イエス様が栄光の姿に変えられた、その箇所でこの言葉使われてるんですけど、でも同じように私たちも変えられるっていうんです。芋虫の時代、芋虫っていうのは、ある意味では地の上に住んでいます。そして身近なところしか見えませんよね。葉っぱの上に乗っかって葉っぱをむしゃむしゃ食べながら、またいろんな天敵に怯えて過ごしています。でもこの芋虫が蝶になった時はどうでしょうか。
もうね、葉っぱの上を這い回ることはしませんよね。天に舞い上っていく。それから視界も、まあ、バードビューって言葉を使いましたけれども、天の視点から物事を見るようになっていく。葉っぱを食べなくて今度は蜜を飲むようになるんですね。そして敵には怯えない、まあ、敵はいなくなることがないがって書いてます。なんかこれを見ていると私たちクリスチャンの歩みそのまんまだなっていうふうに本当に思います。私たちもかつてはね、罪の中にいる時にはどうでしたでしょうか。ある意味芋虫のように地を這い回り、価値のないものを大事にして、さまざまな人の評価やそれから災いを恐れて生きてきました。ものの見方といったら近視眼的でね、自分が得するようなこと、自分の目先のことだけ追いかけていた。でもね、私たちはクリスチャンになるとこれらが変えられていくんですよ。私たちもね、上からの視点で、天の視点で物が見れるようになっていく。イエス様ならばどうするだろうか。これは永遠にとって価値があることだろうか。どうしたらよいだろうか。目先のことではなくて永遠の視点で物を考えられるようになりますよね。またね、御言葉の蜜によって養われる。私たちを生かしていくのは蜜よりも甘い御言葉です。いつも聖書を読んで、そしてそこから糧を得ていく。また私たちにはね、もちろんサタンなどの攻撃がある、さまざまな試練が起きてくる、そういう外の攻撃はありますけれども、でもそれに怯えることはない。いつもイエス様が私たちと共にいてくださいますし、私たちの先、やがて永遠の国に導かれるということは知っていますから。もう一つこれがありました。栗山町に行ったついでに移してきましたけど、これは単なる天体かもしれませんね。まあこんな風にやって休みの日はいつもいろんなところに遊びに行っています。最後のゴール、今日の聖書の箇所ではこのように書かれています。わきまえるようになるため、これは吟味するっていう言葉が使われているんですけれども、私たちがどう変えられていくのか、それは何が神様の御心であるのか。そうですね、私たちは損得感情、目の前のことではなくて、イエス様ならどうするだろうか、神様の御心は何だろうか、それを求めつつ生きるように変えられていきます。考え方全体です。何が良いことなのか。クリスチャンの価値基準というのは聖書が基準になりますよね。神様はどういうことを私にすることを求めているか。また何が神に喜ばれるのか。これは生活態度です。私たちクリスチャンはね、生活をもって証しをしていきます。神様はどういうことを喜ばれるだろうか。それは態度や口の言葉、さまざまなこと、それを私たちに吟味させるようにします。そして何が完全なことであるのか。これは生きる目標ですよね。これらを吟味しつつ歩むということです。これでいいかな。神様の願いはね、私たち一人一人が神様に対して本当に心から献身をしていく、
日曜日の礼拝だけではなくて、日々の生活が整えられて、クリスチャンとして歩んでいけるようになる。それを私たちに求めておられます。でも、そうできない私たちがいるかもしれません。変革してくださるのは神様なんですよ。神様に変えていただきなさい。そうですね。私たちは良いことをしようと思ってもできない自分がいます。でも変えてくださるのは聖霊様です。でもその前に私たちは願い求める必要もありますね。詩編の51編でダビデが、私の心を作り変えてくださいっていう祈りがあります。同じように私たちも、神様、あなたにもっと仕えていきたいです。あなたに喜ばれるクリスチャンになりたいです。目標に向かっていくクリスチャンになりたいです。そういうふうに祈り求めるのならばね、神様の側が私たちに触れてくださって、変えてくだされ。今日この3つの動物を挙げました。私たちの体を生きた生贄として捧げていく。またこのように調子を合わせるのではなくて、目標に向かってある意味世と逆らうかもしれない。でも私たちは目当てを目指して登っていく。そして神様に変えていただく、そういった生活を送っていきたいと思います。最後に、祈りの前なんですけれど、本当に鮭っていうのはすごいなと思います。僕もこの母教会に久しぶりに帰ってきたらね、かなりの顔ぶれが同じなのと、さらにすごいのはその子供たちが、皆さんね、大きくなって成人になって仕えている人たちがいる。ああ本当に祝福だなっていうふうに思います。鮭もすごいのはね、あれですね、これです。いくら、いや北海道でもいくら高いんですよ。今年鮭の不漁でね、大変なんですけど、それでも北海道人はイクラが出てくるとイクラみんな大量買いして、鮭のベビーってね、漬け込むんですけどね。でも本当にイクラっていうのは宝物ですよね。教会にとってはね、今度は次の世代っていうのは宝物ですよ。世代を育てていくことによって次の世代が育っていく。そしてね、本当に一回教会離れた人たちもまた今度は子供たちを連れて戻ってくるようになってくる。そういう教会を私たち目指していきたいというふうに思います。私たちも羊のように、鮭のように、そしてさらに蝶のように歩みを進めていきたいと願います。お祈りをいたしましょう。愛する天の地なる神様、今日このように青葉台の教会の愛する兄弟姉妹と共にあなたを礼拝し賛美することができて感謝をいたします。私たちに求められる礼拝はこの日曜日だけではありません。私たちの生き方そのものです。私たちが全身全霊をかけてあなたにお仕えし、あなたに従っていくことができるように導き与えてください。私たちの心の内側を変えてくださり、そして神様、あなたを目当てとして生きる一人一人とさせてくださいますようにお願いいたします。何よりも私たちがこの祝福を家族やまた周りの人たち、そして大勢のこの地域の人たちに伝えていくことができるように、私たちも宣教のこのスピリットを与えていただいて、あなたにお仕えしていくことができるように導きを与えてください。皆さんの心の中にある祈りに合わせて尊きイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。いい言葉を感謝いたします。賛美をいたしましょう。新聖歌366番前にも知らされます。
捧げ物いたしましょう。献金は神様に改めて喜んで捧げるものですから、意味のわからない方やお持ちのない方をご自由なさってください。献金奉仕者野村新平兄弟の市原淳之介君、永瀬直也さんにお願いします。一緒のない方はご起立ください。感謝の祈りを野村新平兄弟にお願いいたします。お願いします。天のお父様、今日もこうしてみんなで教会に集って、礼拝を捧げることができたことを感謝します。今日は、創立47周年ということで、大山先生を、この青大教会に呼んで導いてくださったことを感謝します。常に献身をする生活、ここに集っている皆さんは分かりませんが、少なくとも僕はそれができていません。他にも僕のような人がいればどうか助けてください。今お捧げした献金をあなたの御のためにお使いください。この祈りをイエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。正英新聖歌63番を賛美した後に大山先生に祝祷していただきたいと思います。イエス・キリストの福音と平和を携えてこの世に使わされていきましょう。聖霊の導きと助けが一人一人の上に豊かにありますように。あるに恋願わくは我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが我ら一同の上にいつまでも豊かにあらんことを。アーメン。感謝の祈祷いたしましょう。私ができないメッセージをしてくださって、これで当分緩められるかなと。はい、
この後ですね、洗礼式がありますので、簡単に、今日は創立記念第2礼拝の後に愛参会がありますので、まだ第2礼拝に出られる方、ぜひメッセージ違いますので、時間があったら出て、愛参会も参加ください。来週の午後からは、